のオミクロン株に対応したワクチンについて、県内では早ければワクチンが届く来週にも接種を始めたいとしています。その接種対象や優先順位について見ていきます。接種対象者は1、2回目の接種済みの12歳以上の方が対象となって、人数でいうと県内では170万人余りに及びます。で、県内では当面の間優先順位をつけて接種を始める予定となっています。方針となっています。その接種優先される対象者は次のようになっています。4回目接種の対象者の中で、まだ受けていない人、その中で基礎疾患のある方、または医療従事者、60歳以上の方、介護職員などが優先の対象となっています。県の担当者によりますと、これらの接種対象者の接種がおおむね進んだタイミングで各自治体の判断で3回目、4回目接種をまだ受けていない12歳から59歳の方などにも範囲を広げていく方向で検討しているということです。